横浜 FC2023 年度加入内定選手この動画では2023年度に横浜 FC に加入内定が決まった大卒ルーキーの選手を紹介します是非最後までご視聴よろしくお願いします J リーグについて動画を上げていますのでチャンネル登録の方よろしくお願いいたします横浜 FC は7月19日明治大学から林光太郎選手が 2023年度から加入内定が決まったことを発表しました林選手は2000年11月16日生まれの現在21歳身長170センチ体重70キロの選手です佐賀県出身の林選手は小学3年生でサッカーを出始め地元の佐賀ン都市 U15 のセレクションで合格を勝ち取るとその後都市 U18 へ昇格しました小さい頃から勉強を得意としており中学受験は 佐賀県トップクラスの偏差値を誇る中間一貫校の県立高南中学に合格しました鳥栖市から佐賀市に移ったことで高南中からのエスカレーター式に上がれる鳥栖高校への進学を断念し佐賀北た高校に入学しました高校でも成績は常に学年10位以内でサッカーでも鳥栖 U18 で高校1年時から出番をつかみ3年時はキャプテンとしてチームをけん引しました 大学では明治大学に進学左サイドバックとして努力を重ねて3年次に出番をつかみました戦術理解度が高く豊富な運動量で攻守において状況判断能力に優れピッチ内外でリーダーシップを発揮する選手です7月19日明治大学から遠藤正樹選手が2023年度から加入が決まったことを発表しました遠藤選手は 2001年3月1日生まれの現在21歳身長1 8 8ンチ体重8 4キロの選手です東京都出身の遠藤選手の父親は横浜 FC の初代主将で OB でもある元日本代表のディフェンダーの遠藤正弘です高校は桐蔭学園高等学校に進学大学は明治大学に進学加入当初は高校の先輩であり自身も 本当に衝撃を受けた存在と評する2学年上の現在鹿島アントラーズで活躍中の早川智樹選手を前に出場機会を得られずセカンドチームを主戦場としていましたしかし3年ンにトップチームデビューを果たすと以降は守護神争いを演じ全日本大学選抜入りも果たしました後ろから常にコーチングし続けることができディフェンスラインの背後のスペースをカバーする範囲が広く身体能力が高く 今後大きく成長するポテンシャルを秘めている選手です。2021年6月11日、日本大学から近藤智樹選手が2023年度から加入が決まったことを発表しました近藤選手は2001年3月21日生まれの現在21歳、身長172センチ、体重64キロの選手です。愛知県出身の近藤選手はは小学学校・中学校中時代は 名古屋グランパスのアカデミーに在籍ししていました高校は前橋育英高校に進学2年次と3年次に全国高等学校サッカー選手権大会に出場し2年次の96回大会では優勝を果たしました高校卒業後は日本大学に進学大学3年次には関東大学サッカーリーグ戦2部でベストイレブンに選出されました大学3年次に 2023年シーズンからの横浜 FC 加入内定が発表され特別指定選手に承認されました2021年シーズンはリーグ戦2試合に出場今シーズンはリーグ戦9試合に出場しました高い身体能力が持ち味の右サイドアタッカーで全身のバネを生かした並外れたスピードとジャンプ力が特徴でありボールを受けて縦に勝負しクロスシュートなどチャンスメイクができる選手です 2023年シーズンは J1 で戦う横浜 FC、2023年シーズンも楽しみにしています。以上、リッパーのサッカーチャンネルでした。